ミンゲチビルダムはアゼルバイジャンの倉側に建設されたダムである。高さ80メートルのアースフィルダムで水力発電と考えを目的としている。ミンゲチビル貯水池の貯水量は15.730立方キロメートルで605平方キロメートルの範囲をカバーし流域の農地約100万ヘクタールに灌溉用水を供給している。ミンゲチビル水力発電所は 南高架サス最大の水力発電所で2000年にフランシス水車6機がオーバーホールされ70メガワットの出力となっている。ミンゲチェビルダムの建設はアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国時代の1939年ソ連共産党第18回大会で決定し特別委員会によって建設計画が進められたが第二次世界大戦勃発によって一時中断。 1945年に建設再開が決定された。ダムの建設は9年を要し、アゼルバイジャン各地から多数の労働者が動員され、計2万人が建設に携わっている。また、1940年代終わりにかけ、約1万人のドイツ軍捕虜も建設に動員された。ダムは1954年1月10日に完成記念式典が取り行われ、同年から 本格稼働した。ミンゲチビル水力発電所で作られた電力は、ロシア、ジョージア、イランなどのアゼルバイジャン近隣諸国にも供給され、アゼルバイジャン、ジョージア、トルコの送電網を統合用の送電線付設後、2013年12月からトルコへの供給も開始されている。1990年代後半からミンゲチビル水力発電所の改修が、 欧州復興開発銀行とイスラム開発銀行の財政支援により実施され、発電能力が60メガワットから70メガワットに向上した。2007年にはカスケード改修の融資契約をイズドブとの間で調印した。2010年からは大規模改修が行われ、2018年2月27日の市運転式にはアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領が参加。 回収によって発電所のすべての発電機と水力タービンが交換され、発電能力が 284MW から 424MW に増大している。ありがとうございます。